はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。カプセルサーバントがね、配信されたということでやっていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとやりましょう。おわー、懐かしいな。カプセルサーバント、あ、声がついている。あ、で、この、カプセルサーバントなんですが、今確か500円程度で、買えるということなんで、気になる方は触ってみるといいんじゃないかなと思います。テンション高いな。カプセルサモンと呼ばれる疑似英霊の小規模召喚法の確立により実現した未来の子供たちのベーゴマバトル的な何かなのだ。とりあえずなのかなって言ってるな。あ、いいのね。ここフィリッシュはまたしてもなんか面倒くさい時空の乱れに巻き込まれていた。もうずっとなんかって言うじゃん。召喚されるサーバントっぽい何か。何か続々と台頭するマスターらしき俗物たち。俗物？争え、もっと争え。人々の心を闇と課金の力が蝕んでゆく。やめろや、心に来るわ、よくない。誰も頭上に膝をくする中、二人の勇気ありすぎる小学生。シロとリンは偶然手に入れたカプセルサーバントの力で並みいる悪人たちに立ち向かうのだった。50機を超えるサーバント集結する悪人マスター。果たして黒幕の正体とは。トラとかその辺じゃないの。時空崩壊まで残り5時間とかなんかそのくらい。シロはみんなの町の平和を、リンは自分の町の平和を取り戻すことができるのか。やばいでしょ。あ、2パターンあるんだ。リンとシロ編で普通と難しいだって。いや、リンでしょ。かわいい。カプサバのワールド、カプサワールドへようこそ。目の前に広がるのがカプサバワールドのマップだ。リンがいるところからスタートして全ステージ制覇を目指そう。丸いボタンのようなものがステージだ。行く先々のステージでは、敵マスターたちが待ち構えているぞ。まずはシンジの足元のステージボタンを押してシンジにカプサババトルを挑もう。その前にちょっと音量とか変わんない？あ、目にあるわ。ちょっとゲーム設定の音量だけ変えたいっす。これ小回り、コマでなんかできるのすごいありがたいな。35ぐらいでいいかな。俺の耳的にはこれが一番いい。よし。バトル準備ではバトルの内容を確認できるぞ。細かい説明はとりあえず抜きにして早速カプサババトルをやってみよう。あー、なるほどね。あー。シンジ腹立つな。てかリン可愛いな。よく来たな。チュートリアルという名のステージ01。すごいめたい。私ワカメ嫌い。僕は開発当初ボスキャラシンジ大将軍のはずだったが、初版の事情でチュートリアル用のサンドバッグに格下げされたマトーシンジ様だ。めっちゃめたくない？私ワカメ嫌い。同じことしか言わない。小学生の頃の僕は重心でまだ割といい子だった設定を期待したけど、そんなことはなかったぜ。行くぞ。私ワカメ嫌い。ずっと言うじゃん。もう同じセリフしか言わないじゃん。うわー、懐かしい。カプサババトルについて説明しよう。カプサババトルは目標、カプサババトルの目標は敵拠点を破壊することである。バトルフィールドの左右にはマスターとその拠点が配置されている。左側がプレイヤーの拠点、右が、敵マスターの拠点だ。画面上のゲージは拠点の体力を表している。サーバントを召喚して戦わせ、相手の拠点の体力を先にゼロにした方が勝ちだ。サーバントの召喚にはマナが必要だ。緑色の数字が今持っているマナ量だ。バトル開始時のマナは必ずゼロ。マナは時間が経つごとに増えていくので、バトルを開始したらまずマナが溜まるのを待とう。必要なマナが溜まったら画面下の召喚ボタンを押し、サーバントを召喚だ。詳しくは習うより慣れろということで、いざカプサババトルスタート。いやー、懐かしい。俺このこういう系のゲームめっちゃ好きなんだよね。セイバーの召喚に必要なマナの量が溜まったと。
明るくなったら召喚できるぞってやつだね。はい。あ、こっから出てくるんだね。あ、押しまくっちゃった。で、召喚されたサーバントは勝手に行動を始める、マスターはサーバントを操作したりサーバントに命令したりすることはできない、マスターはサーバントの召喚専門なのだ。召喚したサーバントのボタンをよく見るとボタン部分が部分的に黒くなっている。サーバントを召喚するとボタンが部分的に黒くなり、同じサーバントを続けて召喚はできなくなるんだ。これ普通にあれだね、あのラグがあるってやつだね、ボタンに暗い部分がある間はマナが足りていても召喚はできないぞ。黒い部分が、時間が経つと自然に減っていく。黒い部分がなくなったらまた召喚できるようになるから焦らず別のサーバントを召喚したりしてやり過ごそうと。あ、召喚人だね、召喚人に、位置するところから出現する。この召喚人は移動させることができる。へー、これすごいな、移動できるんだ。どえ、あ移動させたいなとかいろいろやってた、なんか普通に攻撃してるわ解説だし。数字は与えたダメージの量、サーバントの頭の上のゲージはそのサーバントの残り体力を示している。ゼロになった時サーバントは消滅するぞ。あ、ほんとだ、できるこれ。おっと、ランサーを召喚した。ランサーは攻撃力が低いけどリーチが長く素早い。セイバーの間合いの外からチクチク攻撃するぞ。あ、サーバントがやられてしまった。サーバントは繰り返し何体も召喚できる、めずげずにどんどん召喚しよう。アーチャーを召喚した。アーチャーは移動せずに弓矢で遠くの敵を、射て攻撃するぞ。離れた場所から攻撃できるメリットは大きいけど前には進んでくれないので召喚しすぎに注意。あー、なるほどね。サーバントが消滅するとマナの玉が発生する。自分の拠点にぶつかれば、勝手に飛んでいくのね。これすごい。おお、拠点にダメージを与えたぞ。敵拠点の体力をゼロにすれば勝利。サーバントをたくさん召喚して一気に畳みかけよう。けどこれ普通にシステムとしておもろいな。あ、もう音がすごい。ちょっと音、音がうるさいギブアップしちゃダメだ。システムをもうちょっと下げよう後で。けどなんかこういうさ、タワーディフェンス系って言っていいのかな、なんか死んだそれ系でさ、普通にいろんなところから召喚できるっていうシステムいいよな。おもろいな。あ、経験値2倍とコスト500以上の召喚とかあるんだ。成績の、優秀な成績だ。バトル評価が高ければ高いほど、経験値が増えるぞ。やった、バトルで得れる経験値にはマスターの経験値とサーバントの経験値がある。マスターの経験値はサーバントの、総召喚数で決まるぞ。じゃあもういっぱい召喚しまくれってことか。なるほどね。あ、必要な分がアップと。マスターがの能力が上がると。で、下っ側は、あ、なるほどね。マナの総量で決まるんだ。ってことは、仮にアルトリアを育成したいって思うんだったら、アルトリアをずっと出し続けてやっていけってことかな。このシステム面白いな。好きなキャラクターを、もう自分の好きなように召喚しまくって強化するっていうのはめっちゃ嬉しいな。で、能力アップか。レベルをガンガン上げて強敵に挑もう。目指せ、カプサボマスター。あと、ここら辺のドット絵、超可愛いよね。うわー、好きだわ。おー、めっちゃレベル上がる。あ、ちゃんと書いてるね。なんか忍耐力とかそこら辺がちょっとずつ上がってる。体力が、あーまあ、あれだね、レベルといっても本当に1レベル上がったぐらいだね。あー、ヒント、ありがとうございます。お、勝つとガチャが回せるぞ。何が出るかは回してからのお楽しみ。ウェーイ、無料でガチャが回せるのは嬉しいな。あ、すでに持っているサーバントが出た場合、サーバントのレベルが1つ上がる。
へー。聖杯ガチャで出てくるサーバントは敵マスターのデッキに含まれてるサーバントのどれかだ。へえ、じゃあこのキャラクター欲しいって思ったらその敵を永遠と殴り続けるってことだね。なるほど。あ、さくら、かっこ幼いがいる。ケイネス先生いる。なんと下マップの下の方が敵は強いんだ。へえ、上行けばいいか。普通にさくらと戦いたい。自信過剰だな。言うと思うわ。全然悲しくなさそう。あ、やっぱ広い。フィールドのフィールドの広さはステージごとに異なり、実拠点から、敵拠点が見えない場合もあるんだ。敵拠点の様子が見たいのに見えない。そんな時はドラッグ操作で視点を切り替えよう。ピンチアウト操作で拡大縮小もできるぞ。見やすい視点でレッツカプサボバトル。俺これが一番好きなんだよね。やっぱ全体図が見えるのが一番いい。なんか歩くの遅いなこいつら。これ普通に遠距離は一体出しといた方がいいな。うわー、もうなんか楽しいんだけど、めっちゃ殺されていくんだけど。けどやっぱアルトリア生産性めちゃくちゃいいからいいな。まずい。あ、けどいけるいけるいける。押せる押せる押せる。一応球兵に関しては 2,3 体置いとけばいいかな。一応どこまで飛ぶ。あ、もう向こうまで飛ぶね。オッケーオッケーオッケー。でランサーは召喚するときに一回後ろ下がっちゃうから、ここら辺で出しといて損ないか。よしよしよし、リーチされ勝つ。お、マスター技が使用可能となった。マスター技は超強力。シローのマスター技は辺り一帯の敵をまとめて吹き飛ばすぞ。リンはサーバントたちの攻撃力がアップするぞ。一度使うと次に使えるようになるまでには時間がかかる。へえ、使うでしょう。マネーズパワーかよ、まさかの。バトルの途中で疲れた時は画面右下にあるポーズボタンで一休みしよう。長引いてもバトルが長引いてどうにも勝てない場合はポーズボタンからギブアップすることもできるぞ。あ、ギブアップしても経験値獲得できるんだ。へえ、良心的。もうこっからはこれ出しまくっていいな。おもろいな、もうなんか。あ、もうこれ、あれ、あ、右下にさ、コスト書いててさ、15体以上出せないんだ。このコストもだんだんと変わっていくんだろうね。これだけ見るとただただリンチだな。あ、召喚陣を遠く移動させると必要にマナの量が増える。はぁはぁはぁ、なるほどね。遠くになるほどたくさんのマナが必要になる。けれども、敵の防衛網を打ち破るには、頭数揃えることが肝心だ。召喚陣で最前線に動かして数の力で敵の鉄壁の防衛網を突破しよう。マナをいっぱい溜め込んで防衛網を飛び越して、敵拠点前に一気に召喚なんて作戦もありだ。へー、やることないんだよな。てかお菓子の家かよ。ちょっと怖いわ。めっちゃクルクルしてる。めたいな。さーてガチャしよって。おー、めっちゃレベル上がる。感動。マスター技を使おう。ヒントだね。いや俺クロウが欲しいよ。
おお、やった、新しいサーバントをゲットした。サーバントをゲットしたら早速デッキに組み込もう。デッキ編集はバトルの準備画面からも行えるぞ。闇に見入られたマスター、お腹が減るとすごぶる機嫌が悪くなるので気をつけよう。セイバーに絡めては無用、オルタ化して遠慮がない分アオさんよりは少し強いぞ。アオさんよりは少し強いってちょっとおもろいな。一度クリアしたステージは繰り返し何度もプレイすることができるぞ。ひたすらレベルを上げるもよし、思う存分サーバントは集めるもよしだ。ちょっと入れよう。ほいっと。あー、こんな感じになってるんだ。あー、コストが200だ。多分あれなんだろうね。おほほ、いっぱいいる。よし。で、ここら辺もコスト10個あるの。10個決めれるの。いいゲームだな。楽して勝つのが上策よね。あ、セリフがなかった。じゃあこのままやってっか。正直初めはある程度アルトリア出しておいて、ここ急兵出しときたい。うわ、ライダー飛んでる。これ飛ぶの当たるの？いやけどこれ急兵が一番いいんじゃないかな。どこら辺でコストが、うわ、ここら辺コスト 1.5 倍になる。え、じゃあここは、おお、2倍だ。え、というか、ライダーすごいなんか死んでったんだけど、簡単に。半分ぐらいまではあれだね。大丈夫だね。あ、けどこれ、急兵出して、あれだな。ライダー封じしとかないといけないな。働け下僕どもってワードでしょ。あー、けどやっぱあれなんだ、エミはある程度射程距離あるのか。そう考えると真ん中ぐらいに出すのはありかもしれないな。へえ、おもろ、めっちゃレベル上がる音好きなんだけど。おお、あー、 S ランク取るのには500必要だからな。500やらないと。どっちだろう。おー、ペガサスライダーだ。経験値さん、ほんといいキャラクターというか、いい仕事してるな。騎兵の英雄ライダー、過去私服。マナを集めるために、天まで空を駆け抜けるアルバイトをしている。空中のマナ回収はお任せを。どんなバイトも真面目にこなすライダーさんであった。あ、なるほど。あれか。マナ回収のためにこういう子もいるんだ。へえ、なんか見たことがある子がいるぞ。あー、オッケーで、サーバントリスト選択ね。これでいろいろ見れるってやつか。へえ、すごいな。あれか、攻撃しない代わりにマナをある程度貯めてくれるから、リチャージ、今後の回転率ってことを考えると、それはそれでありなのか。ということで、レッツゴー。覚悟しなさい。なんか見られてるけど、もしかして私とカプサバしたいの？私、さては私がメガネで弱そうだからカモにしようって言うんですね。いや、そういうわけじゃ。さあ、どういうわけ。私の隠されたヒロイン力に気がついて、今のうちに潰しておこうって。カプサバで任せて駄菓子屋の裏の空き地に連れ込んで聖杯戦争するんだ。ミサヨさんみたいに、ミサヨさんみたいに。よし、なんか無性に腹立ってきた。おもろいな。まあ確かにヒロイン力あるって言われたらあるな、この子は。うん、ランサー出てくるとちょっと腹立つな。あ、プロトワーサー早い。ちょっとここら辺でアーチャー出しときたいな。お、よっと、ちょっと待って、キュウヘイさん、やばい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 。普通に敵が強くなってるぞ。クローを出して、こうして、やばい、ランサーでちょっと間合い取りながらやらないと、こっちもきついぞ。
で絶対食らわないやつ出して、これでマナ回収して加速させる。うおー、やばいやばい。あ、間違えてライダーさん召喚しちゃった。ライダーさんは1体だけで正直十分。あと1体誰にする。あと1体召喚するんだったらやっぱクロウだな。行ってこい。あ、メルサさんが死んでる。よし。あ、攻撃力アップに関してはそのバリルサーバントしかあれなんだ、ダメなんだ。へえ、これ学んだね。打撃音がすごい。私のセイバープロトアーサーやばいな。あ、なんかメルーサーライダーさんすごい楽しんでるな。ここら辺に召喚しとくか。今日なんか落下直後普通にダメージ食らいそうだな。やっぱ弓兵っしょ。やべ、ちょっと押されてる。ああ、ここは別に大丈夫、放置しとこう。なんか上でちょろちょろ移動しているメドゥーサさん好きだな。あ、メドゥーサさんはあれだな、一体は作っといて損ないな、マジで。これいけるかな、あとちょっとだね。ああ、まああとはいけるね。イエーイ。メガネメガネ。おー、あー、ただあれか、メルーサに関してはやっぱレベルが上がりにくいね。そんな召喚しないから。ただ体力上げときたいな。クロウ絶対これもうちょっとレベリングするべきだな。突破力が上がってる。へー、数は力。弱いサーバント、安くて弱いサーバントでも集団になれば、強いサーバントは圧倒できるぞ。数は力なり。ガチャリ。おー、やったね。元祖キングアーサー。なぜかもう一人のアーサー王がいるけど、どっちも本物なのだ。威風堂々たる歩みから、繰り出される斬撃はまさに円卓の王にふさわしい。いや、おもろいなーこれ。まだまだいっぱいありそうだな。結構広いね。まあただ今日はとりあえずここで終わろうかな。うん、ある程度楽しめたしね。まあ生放送とかでまったりやるもよし、ちょっと後々ゆっくり動画化していくのも良さそうだから、まあ、今後のんびりとやっていけたらいいかな。よし。ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。Thank you.